さあ、すべての試合が終わりました。放送席は櫻井陽平会長、そして米田会長でありますが、改めて今日の試合全体を振り返っていただきたいと思いますが、まず米田会長、第1試合から第4試合まで終わりましたけれども、はいはい、全体を通してこの試合は特に印象に残ったなという、そうですね、ありますか。慎吾選手対マリモ選手、慎吾、大和、マリモ、そうですね、結構もつれるかなと、予想はしてたんですけども、そこをもう、見逃さずというか、そうですね、すごく組み立ても1ラウンド短い時間だったんですけども、しっかりこう当てる、なんだろう、手順というか、しっかり組み立て、そこの短い中でも組み立てての KO だったので、うまいなと。あ、そうですか。すごい、すごい。慎吾大和選手も初のベルト。そうですね、はい。でもセコンドの方もすごい 的確な指示を出していて、それを指示的確通りに動いて、で早い段階での KO を、なんかすごく、なんかなんていうんですかね、見てて、すごく、すごくこう短い時間だったんですけども、すごいなんかこれだなっていう、なんか思っちゃいましたね。櫻井会長は。そうですね、僕は第1試合目ですかね。第1試合、リアム選手、リアム、はい、そうですね、僕も悩みましたね。そうですか、リアム選手と玉木選手の試合、やっぱあの身長で、フライ級っていうのも、超反則じゃないですか。そうですね、で、あの攻撃、力というか、行けるときに行ってる選手なんで、これから先、まだ、ね、何戦目、6戦目、まだまだこれからの、これからが見たい、本当に 見たいなっていう選手ですね。全体を通すと、本当に、結果的には赤コーナーの勝ちがね、ずっと続いたっていうのもありますけど、そうですね、はい、その第1試合はリアムが勝ち、第2試合は女子、楓選手が勝ちました。ベテランの水野志保選手に勝ったというね、これも見応えありました。第3試合、野津対中野は野津、第4試合は滋賀対池上、滋賀、第5試合は慎吾、大和、マリモが慎吾、第6試合は正美とエリコ、これも激しかったです。正美が勝利、正美がベルトを巻きました。そして第7試合はルイ対ココゼット、ルイの圧倒ってね、ココゼットも負けない、そんな雰囲気が感じられました。そしてトリプルメイン、梅澤選手の素晴らしい戦いもありましたね。そうですね、40歳櫻井選手も懸命な、ね、戦いぶりでした。そして羽賀選手と君選手は惜しくもドローという結果になりました。で最後 NJKF の年間最後の大会で、メインイベントで山浦選手が見事勝利ということで、何、か非常に、10試合非常に素晴らしい戦い、ファイトを見せてくださったなっていう印象が残ってますね。でもコロナ禍の影響でニュージャパン無事に後楽園工業4工業終えることができました。連盟サイドからご覧になって、改めて今シーズンいかがだったでしょうか。そうですね、でも、なんていうんですかね、順調にというか、コロナ禍で、しっかり興行を、感染も徹底して、無事にできた、ね、できてよかったのかなと、ちょっとね、変にまとめちゃった感じですけど、いや、いいですね。事務内でもやっぱり大変だったと思いますけれども、お互い会長さんですから、でもその中でしっかりと、練習生に対していろいろ指導もなされた。試合も無事取り行われた。そうですね、NJKF のその、なんですか、コロナ禍に対するその、除菌だったりっていうのも本当に徹底しているので、そこは安心してまた、来年も来てほしいなっていう思いますよね。そうですね、で最後先週でしたけども、10月31日アマチュアの大会もね、復活できたっていうのが、2年ぶりでしたもんね。エクスプロージョン、それは来年にもつながっていきますよね。そうですね、来年も、ちょっとまだね、日程はまだ未定なんですけども、定期的に開催をしていく予定です。そしてジム内でもし有望な選手、来年この選手は行くんじゃないかっていう選手を一人ずつ挙げていただければ嬉しいんですが、その連盟でってことですよね。もしくは、お互いのジムの、ジムはです、でもぜひ注目してくださいっていう選手、
そうですね、はい、まあ、でも本当に若い選手がどんどんそのアマチュア上がりのジュニアの子たちがどんどんデビューして、はい、来年もねかなりデビューしてくると思うので、はい、あの僕はねその若い選手の活躍というか若い選手がどのような試合をしていくのかがすごい来年、まあ、今年もそうだったんですけど ね、すごく気に入ってになります。そうですか。はい。桜井会。そうですね。僕も被っちゃうんですけど、本当そ最近のその若手がの、はい、あの成長が著しいというか、はい、熱い試合が多いので、うん、そこは本当に来年もやっぱ期待したいですし、はい、やっぱベテランっていう域の選手がそれをどうする、ね、まあ、ベテラン対若手のちょっとこう、そうですね。その図式がやっぱりまたこれから面白いですよね。そうですね。ベテランはベテランですごい。人数は NJKF いるので、うん、 そうですね、それをこうどう、どうなるか、ね、世代交代というあれじゃないんですけど、競争ですよね。そうですね。はい、で次回、まあ、来年になりますけれども、来年の興行はもうすでに決まったということで、後、はい、楽園大会は2月の12日土曜日が最初、その後6月5日、9月25日、11月13日の予定となっております。うん、その他もね、おそらくデュエルとかアマチュア大会も、ね、はい、開催できる運びということになりそうですので、はい、今後の NJKF のニュージャパンキックボクシング連盟もどうぞ期待をねしていただきたいと思います。はい、ヒーローインタビュー担当しました鈴木さんもね戻っていただきました。はい、先ほど戻りました。ありがとうございます。はい、勝利者インタビューの内容もろもろですね、あの後ほどアーカイブなどで、はい、残る予定でございますので、もしよろしければそちらもご覧ください。はい。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。そして米田会長、桜井会長、本日はどうも長時間にわたりまして解説ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来年もぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではこのあたりで後楽園ホールから失礼いたします。配信ご視聴誠にありがとうございました。